しなぎありがとうごめんねなんかしないって言ったのにやってごめんすごいねなんか眠れなくってねいや寝てたんだけど眠れなくってもうなんか「ああ明日千秋楽だしわ」ってなってみんなと話したくなったけどこんな時間になっちゃったああごめんなんか予告すればよかっためっちゃギリギリですもう。 あー全然男女多分読めないから <laughs> 寝たんじゃないいや、ね、寝てたけどさなんか寝て寝てるけど寝てないっていう感じ分からんこの感じなんか疲労が蓄積されてる <laughs> 明日千秋楽ですなんかアドレナリン出てるわ多分もう今日も いっぱい叫んでいいっぱい声出してそれも全部明日で最後になりますくまありがとうごめんねこんな短い配信なのにちょっと昨日のタワーのお礼も本当今日したかったんやけどでもねなんかあ明日がね配信できないっぽいのその STU のお仕事でわかんないできるかもしれないんだけどこのできても10分かもしれないわからないけどだから さあまあ、それ言ったか昨日言ったっけかそれはあの舞台のこととかあんまりさその日にショールームできないかなと思ってでも今日見に来てくださったりとか感想をくださった皆さんとかの全部あの見たし明日につなげようって思ったから。 なんかそれだけ言いたたくなった寝ないといけないんだけど明日早いから明日早いから寝ないといけないんだけど <laughs> なんかすごい「力もらっっっててるなって思ったごめん」なんかツイッターで「寝ます」って言って本当にに寝,寝てたんだけど寝てたけどなんか寝てないみたいなこういう感じわからないですかなんか。 伝えたくなった。ごめん、なんか急、急に、急に本当になんか短くてごめんなのに、こんな通知とかで起こしてしまってしまったりとかしたらごめん。寝ます。ちょっと本当に眠いわ <laughs>。おやすみ。明日頑張ります。もう、泉コの葉としての休暇を見に来てください。おやすみ。やばい、寝る。死ぬわ。ああ、おやすみ。ごめんね。 おやすみ見てくれてありがとうねまた明日ありがとうなんかもうみんなのおかげで頑張れる頑張る頑張るねおやすみありがとう先週楽頑張るごめんね急に配信始めてバイバイありがとうおやすみなさい寝るわとりあえず疲れた バイバイ。ごめんね、急に、初めて。あ、まだ終わらない、これ。いや、もっと15分くらいすればよかった。あ、やっぱ。バイバイ、おやすみなさい。